例えばストファイの中山ディレクターがツイッターで家具屋どんどん入れるか難しいのがアンケート取ってた。大事やね。まあ俺はまずしゃがみガードですけどね。まず正直しゃがみガードあれなくした方がいいと思うよ。難しすぎると思うよ普通に、ね、ネタ抜きで。あ、前捨ても難しいね。前捨ても難しいっすね。まああとはまあ普通に昇竜拳とかやけど、これパッと出た時マジで発狂しそうになったもん。しゃがみガード難しすぎて。しゃがみガードとめくりガードむずすぎ。パッとマジ難しいよな。あとパッあと連打か。連打も難しいよな。昔のダブルサマーのコマンドめっちゃ苦手だったらもう出てこないと思う。あれ難しかったね。懐かしいな。確かにあれ難かったわ。6ボタンが多い。4ボタンにしてダッシュボタンとか同時ボタンを増やさせてくれ。なるほどね。まあ個人的にあれないけどね。同時押しを増やすの方が俺は結構難しいと思ってる派なんやけどね。ボタンが多いより。なんか同時押しって、絶対直感的なコマンドにならへんから。絶対かわからんけど、ただ、ジャックパンチとジャックキック同時押しして、投げが出る意味が全くわからんやん。俺は結構同時押しは、できればなければないほどいいっていう考えはしてるね。鉄拳とかかなり直感的っすよね。鉄拳は結構ね、初心者が触りやすいゲーム性をしてるなと思う。左パンチ、右パンチ。まあ、上がパンチの左右で、下がキックの左右っていうのはすごい分かりやすくて、なおかつ必殺技コマンドが基本的にないっていう。あれはめちゃくちゃ分かりやすいね、ほんまに。で、順番にボタン押すだけで結構その、連携みたいなのができるっていうね。236PP で教室とかどうなんですかね。236、236P は初心者には大変と。まあ、そうですね。実際その、X-Men シリーズとかは 236PP でした、ね。ただその、難しいのが、236PP にすると、長飛の性能を結構下げないといけないって思うねんけど、でもモダンがそもそもあるから、もう今となっては 236PP みたいなそのコマンドでもいいのかもしれない。その真空波動拳っていうそのコマンドがあるから、このぐらいの強さの性能の技が出せますよっていうのが、まあ対戦でも重要やったから、いや、それ、そんな236出せたら強すぎねって思ってたけど、でもモダンはもうそれできちゃってるから、もうなんか真空波動コマンドとかにこだわる必要とかはないんかもしれない。バーチャーはさらにボタンは少ない。ただガードボタンがないなくてもいいです。で、バーチャーはあれ、でも同乗しが多いから、まあ俺バーチャーは自分もやってましたけど、そんなに操作は簡単とは思わなかったですね。結局その組み合わせでいろいろ同乗しなあかん上に、それが別にそんな直感的な操作かって言われると、ちょっと疑問があるから、そういう意味では鉄拳とかそういったのが俺は直感的やなって印象は持ってますね。操作に関してはガードボタン自体はすごいいいシステムだと思いますけど、ガードシステムマジで神やと思いますけどね。